さあ皆さん、えー、私はレック専任講師の宮口聡と,と申しますおはようございますこんにちはこんばんははい、えー、今日はですね、えー、こ,のこの動画を撮っておりますから、えー、この、えー、論文本試験直前期突入今年はここから攻めていこうということでね 配信、えー、開始日4月2日月からのそれを今取っちょるわけですよ、ねうん、それであの用意されてるレジュメがねこういう感じのレジュメになっちょるき、えー、一応それに沿ってやっていこうかなとああこれより思っております。で1ページ目がよ最近の論文の傾向やからちょっとね令和2年も見ていこうや。なあ,あ。令和 まあ、特日1がねあのーまあ、42ページに載っとるけど、まあ、こういう感じの問題なんですわ。で、えー、43ページまでね続いとるけど好評論点っいうのはまあねあるから、うん、これ見てやるとまずね、えー、時系列3点セットあたり聞いてるんでねまず主体的要件聞いてるわなあ客,体客体的要件ねほら肉とか肉のにね、うん、これ聞いてましたんでね。 植物が出てないね仮線仮通も出とらんわ意見書特に聞いとらんやろうんで補正分割でもないね補正分割を聞いてるわけでもないね真相例は聞いとるよえっとね真相例あこれね、えー、これ丸をつけよう真相例うんであとねパリ優先挙も出てきちゃうねどっかでほら パリ条約優先権ほらああ、まあ、新相令三次条の適用の有無というかねパリ優先権も出たっちゅうわけやなえー、まあこれもまるとああであとはその「いよ」シリーズが出たからあれええー、これはど,どういうふうなあれすればいいかな PCT。PC T ちょっと待っとて、イヤヨシリーズあーこれか外国国際特許センでいいかなうん外国を特許セんじゃき、うん、これもまるでねいいやろそんなところから、うん、まあそれでいいやろねであとあ補正も効いてるねこれほらほ補正 補正聞いとるやんうん。ということで補正のところもまるで囲むわ。こんな感じかな。うん。あとは特に欠落してないかね。よし。じゃあね、えー、っと、問題2を見たいと思うんだよね。問題、あれ問題1しか載ってないのこれ。あ、そう。うん。 あこれはね私があのやる講座の一部はね再現答案講座っていうのがあるんだよ。ええ、それでまあ44ページこれ面白いよほら115点の答案ね百115点って言ったら受かってるね108点が合格やからねうんこれはねちょっと私がね担当する講座があまずあの直前系の講座のこれガイダンスやからね こういうあのパンフレットがあるんですよ。直前経のね。だからちょっと私がやる講座をね、えー、紹介しますから、これで見るといいのかな、うん。バランスの取れた知識。そうですね、私がやるのこれですね、た確かにこの過去も分析講座やりますね。 で、あとあこのピンポイントのトロを見ようか青本対策特実演しし、それから審査基準、うん、これねそうねこの辺結構やるね俺という感じでちょ,ちょっと見てみましょうかあより具体的にうん まず青本趣旨対策講座やねこれはね16ページ審査基準攻略やねああそして、えー、判例論点、うん、まあそんな感じやねああで、えー、それにそれぞれについてより具体的になあああ一応どんな人におすすめかと青本種子はね えー、そうね一と言で言うともうう行問題に弱い人だろうね、うん、青本には目を通してるが趣旨が頭に入ってこない趣旨は分かってるつもりだが違う視点から問われると答えられない論文問題に取り組むと間違ってはいないが高評価が得られない、えー、論文問題に取り組むとバランスが悪く時間が足りなくなる青本の重要趣旨を9時間で コンパクトに総復習。評価に結びつく答案の構成。表現方法伝授と。ね。あ、これは、あ、これいいね。あ、これあの、いいじゃん。あの。サマライズ的な紹介だよ。それでちょうど、俺、今よ。あの、青本修士対策講座の、えー。収録やっちゃったとよ、えー。それで、今終わったばっかりやから。まあ、ちょっとお見せしようかの。まあ、色の説明とか、どうでもい,いやな。あ、これ。青本修士対策講座ね。 でそうやね、結構すごいよテーマがおーすごいね94テーマプラス特実だけでだよ61もあるなっては九十四94プラス61だから155ねすごいねでもう一回ね94プラス61で155テーマすごいねちょっと衣装商品は今適当がないからちょっとわからんねけど。 まあ大体そんなもんやらないやろうかね合わせてやからああそれでちょっとねじゃあ典型的にどれかやってみようかねどれがいいかなまあどれでもいいんだけどまああのねそれぞれのテーマごとに俺が ABC ランクの3段階でいくからああで A ランクはもう重要ですわなこれ。 A ランクめちゃくちゃ重要ですよ17条の23法定ね担当論文口実を問わずよく出るやんねだからまあ重要であるし予想度も高いとあこういうの A ですわね、うん、で B が次はねまあ重要だけど頻度は低いとかねそういうのはもう B になってくれるうん頻目的重要だろでもよ頻度低いじゃんだから B ですわで C はねあのまあ、まあんまり重要じゃないし頻度も低いやつ じゃあ先生乗せなければいいじゃないですかいやいやあの頻度が低く重要じゃないやつが出る場合もあるから <laughs> ね意表をついてさそうやろ前商標法で四条一項十七号の趣旨とか出たよ去年なんてあの四条一項三号とか出たやん四条一項三号なんてね間違いなく C ランクですよへえー、そういうのだって出るんやからそうやろだからまあやらんよりはマシやろね えー、それでちょっとあのまあ見てくれよこれ輸出の趣旨ねで青本にはこ,こんな感じで書いとるのよええー、ところよこんな何行ねこれ12345678行あるわ書けないよんなだから俺がほらショートバージョンでよ3行ねこれだったら書けるやろほら平成18年改正にて輸出が実施行為に、えー、追加されたなぜなら模倣品問題の国際化深刻化に鑑み 国内の製造譲渡の段階で差し止めができなくても輸出の段階で差し止めできるようにするためであると。であま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 あ属地主義との関係はね多分聞かれないと思うよその輸まあ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 まかまあ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 あるんだけまあああまあまあま あの国内にあるものを国外に搬出する行為のこと言うからねで国外に行ってしもうたらもう確かに効力及ばないわけだよしかし輸出っていうのはその国内から国外に行ってしまうその瀬戸際というかギリギリの水際というかねまあそれまでの行為を差し止めることやから結局国内の行為なんですよ国内に出る寸前中うかねもう行ってもうたらしょうがないですよ なのでまあ水際規制の一つですわな輸出っていうのは。えー、なもんだからあ結局属地主義には反しません、えー。外国の行為を侵害だって言ってるわけじゃないんだからあくまで国内の行為やから。ね。えー、そういうことですわ。あであのまあ普通のバージョンとショートバージョンでねこういうふうにもともと短いやつはね、えー、このほら17の2三項みたいによ。 元々ほら制度の国際的調は権利付与の迅速化第三者の監視負担の軽減ねこれ短くてもうそれ以上短くできまへんのでこういうのはいいわなうんだから長いやつはねショートバージョンも用意してるとねそういう特徴があるわあ,あであとねその何やったっけさっきのあの過去問対策講座これもちょっと説明した方がいいと思うやな あこれかあこれはね22ページに載っちゅうはこのこれの22ページねえ過去問分析講座ねえー、まあ十段分類編がね4回とそれから再現答案分析編があ2回ということでね十段分類編っていうのはね何かっちゅうことやねえこれはねあのあれですよえー 過去問をやる講座としては他にあの理想と現実性のもありますよ。うんだからちょっとねそうこういう視点でいこうか理想と何が違うのかこういう視点でちょっと説明したいと思ねあの「理想と現実」という論文対策講座があるじゃん俺のあれとどう違うのかっていう比較で説明するとわかりやすいよ。 あの理想と現実というのはもう素材を生かしてそのまま素材を崩さずに生かしますだからもう本当に何ちゅうんでしょうね例えばここに42ページにあのレジュメの42ページにほら過去もがあるやろでこの素材をもう崩さずにやっちゃうということですわ、うん、素材そのまんま加工品じゃないということです えー、だからもう答案もその、まあ、実際にこのように書けばね本試験で受かるぞとそういう答案を開示しながら皆さんの実力を高めていく講座やね平成違うわ令和2年から遡って平成9年まで遡っちょるなので24年分あるわけやでこの十段分類編っていうのはああどういう講座かというとね分野ごとに えー、分類しとるっちゅうことですわああまあ例えばね分かりやすく言うとよ、ね、説問1この、えー、令和2年の問題一で言うとよああこれは結局ね30条2項の適用ああまあだから真相例はね両方とも真相例だから括弧1と括弧2は真相、まあ、例というところに分類されるわね新規性相数の例外ね。 ところが、ああ、この設問括弧3はパリ優先権やだから、これはパリ優先権という分野にカテゴライズされるわけよ。だから分断してね。まあ、要は時系列3点セットを聞く。問題は時系列3点セットというテーマにして、新規性ソースの例外は新規性。ソースの例外に分類して、パリ優先権はパリ優先権に分類して外国を書面。出願制度は外国を書面。出願制度に分類してみたいに分類して。 あの体系別にした講座とだから担当体系別問題集ってあるやんあれの論文バージョンだと思っていただけばいいねうんまあだからねあっちゃこっちゃ飛んでますよ、ね、だって一つの過去問を分断しますから過去問分断講座というネーミングでもいいかもしれないね十十段分類だけど過去問分断講座ねい、えー、分,分裂分分させて分断させて 各分野ごととに並べ替えててやっていくとだから分野別講座って言ってもいいかもしれんね論文学問分野別講座ねうんなんかそういう名前の方が言い,、まあ、言いような言いような気がしていいよね銃弾分類よりも銃弾分類っとなうとかこう銃弾爆撃みたいな感じだもんねうんまあそんな感じやでええー、でね あのー、これ受ければ分かるんやけど結構ねハードというかこの、えー、4回しかないわけよこれ特特全全部部やんよ特実衣装全部合わせて4回だよ、えー、だからね言っとくけど平成26年ぐらいだからちょっと数えるわな平成26年から確か使っとったから678910。6 7 8 9 10 令和元、令和通、だから過去七年分扱ってるわ。うん、それでもきついで。えー、過去七年分でかつ。特実衣装全部。これを四回ですよ。だから結局ね、えー、特実二回。ええー、衣装一回、商標一回という感じで、全部で四回なんですよ。ああ、だからね。これは。全文書き祷案の解説講座ではありませんので。 その点はご了承ください全文書きの解説はもう理想原です、えー、こっちの方でやってますから全文書き答案理想の答案と現実の答案2種類ねもうじっくりと綿密にやっていくのが理想源ですわ。でこの過去問分析講座はあこれはね主に大把握のポイント時系列の書き方あ大把握の仕方と まあ、答案構成の仕方を伝授していきますええー、ねだから全文書き答案はあのー、つけますけど一応つけますよでもそれはね授業ではうん全然扱わないというわけではないけどほとんど扱えない時間的にうんそういう感じですからまあ答案構成力と大迫力を高めていく講座だと思ってくれればいいでもね いやーやっぱ全文書きもやりたいんですわという人は理想源があるからまあそれ取ってくれればいいんだけどねただねまあご安心ください再現答案分析講座っていうのがあるからここで全文書きやれますでこれはねさっきも言ったようにほらこれ115点答案の人の答案ですわ再現答案。だからまあ実際にね受かった人とかの受かった人の 追跡調査により、えー、このような答案でこの点数みたいなこの答案でこの点数まあそれを把握してもらおうというこの,このような感じで書くとこの点数もらえるんやなっていうのがその身にしみて分かるとそういう講座ですわ、うん。私がそれ解説していくんでねこれなんでまあ一応合格はしとるけどなんでギリギリなんやと。 ちょっとまあぶっちぎりの合格,とは合格点が取れなかった理由はおそらくここにあるやろうとかねこの人と高得点やのやはりここのポイントが分厚く書いてるとでどうでもいいところは薄く書いとるとこのやっぱメリハリがあまあ逆に問題をよく理解してるっていうことにつながったんやなかろうかとまあそういうふうにしてえ解説していくと。 いうことですわね、えー、かった「十段分類編と」と、えー「再現とは分析編」というのはそういうふうにして全くこの教え方的内容的に違うからねもう一、OK、回ぞ「十段分類編は」は答案構成力と大迫力に、えー、の要請に力点が置かれている、ね、全文書きはほとんどやらない。やるのはこの再現とは でもたった2回だからまあ2か年分ぐらいしかありませんよこれもしょうがない2回しかやれないんだからねえ令和元年と令和,令和2年やろうなあその2つをやっていくからあー OK かよしじゃあ,あとはねまあ俺がやれるところは解説していっけんねあし青本趣旨さっきやったぐらいええな俺な 青本趣旨対策講座はね。うん、まあ一行問題苦手な人が多いからの。ああだからぜひまあロングセラーな講座だよ俺は。ええ青本は避けられないですよ。うん。ね特実と衣装商標に分かれちょるけんで。はい。じゃあ次っち見るわ。ああ新作人攻略講座ね。うん。でこれはねあのー。 まあ、去年やっとるわけですので去年のね暮れぐらいにちょっと収録してるんですよ。なので正直言うとですねこれはそのま全くのその新しい講座ではないんですけどでも心配せんでください。あのえっ、ー、とねこれ「最新改定補強版」って書いてるぐらいだから。 あの今私が収録してるのがね3月29日なんですよ今そうすると皆さんね4月1日にバーンって多分出ますよ入審査基準がああそうするとやっぱそれを踏まえてやらないかんことも出てくるんでねまあそこはちょっと追加でプラスしますからあねあねああここに書いとるわほらああこれ重要なこと書いちょるけ これちょっと読んでみましょうかの、うん、本講座は2021年向け「論文棟霊」パック「ベースアッププラス」にて販売されていたものと同一の講座にねそうそうだからまあ8割方流用ですわ、ええ、でここは重要最新の改正補強講義を追加しますから、ええ、だから大丈夫よ安心してくださいね、ええ、変わったところはここでやっていきますから ああ大丈夫で,しょうか、はい、で次によ判例論点、えー、判例論点攻略講座っていうのはねまあ全部で3回だけども論文試験で出題される論点はね、まあ、条文レベル青本レベル判例レベル審査基準レベルなど様々ですがね判例レベルの論点が出題された場合その判例を知らないというのは非常にですね そのまあ、リスクが高いとい,うか知らないというかのま知らなくても、まあ、乗り切れる場合もありますけどね、えー、そこで、えー、本講座では論文試験において重要と考えられる四方の判例の中から私がピックアップした四方、えー、の判例の中から俺がピックアップした100の厳選論点を解説すると。 いうことです、ねうんそう下級審から最高裁までやからねええー、言っとくけど最高裁だけはありまへんで下級審もやりますから、うん、で本番で判例レベルの問題が出題されても書くべきことは浮かばないといったことの内容万全の対策を行います。えー でポイントですが判例の中でも中で最も重要なのは最高裁判例ですよ。うんそりゃそうですよね。でも下級審判例地裁とか高裁の中でも重要な判例は存在します。で実際にね「平六平16で出てます、ねうん、ああ電動性戦事件出ましたね」うん。ある意味今年も出たで。 ああごめん今年というか去年かもうね令和2年度も出ましたよああ。あと特日ではね平成26年にブラニュート下流事件とかねああそれから放送用加護事件衣装法でねでボス事件とかねああいずれも下級審判例やのうん。 ですから数ある判例の中でどこまで踏み込んでいいのか判断しづらいでしょうね皆さんね。えー、そうですよこれはもう本当ね皆さんの悩みどころだわなそこで本講座では宮口講師が本年の論文試験に出題が見込まれる判例100個をね、えー、その20年の講師権経,経験から培われたデータをもとにねピックアップして解説していくけん。 でただ単に、えー、判例を知っているだけではあ論文は書けませんのでねえー、あの応用例や過去問を示しつつ解説していきますわ、うん。権利者側と侵害者側で書き方が異なる場合もありますしね判例と本陣が微妙に異なっている出題がなされた場合でも臨機応編に対応できるようにしますよ。ね、はいえー、っとそんな感じですかね。 ああ。これはまあ、新規収録した講座か。新規、新規収録した講座やからね、収録するよ、ちゃんと。はい。えー、そんなもんやな、俺がやっちゃうのはな。おあとはまあ、ねえー、まあ、ね。まあ、こういうゴールドウェブ、さっき言ったほら、理想と現実よ、これ。ね。 こういうのがこれが全文書き答案だわ。ああね。全文書きはい。そう、そういう感じやわ。うんね。で、あとさっきの分析していこうかな。うんで、これも特実の問題。一応。まあこんな感じやったね。令和2年の特実問題じゃあね。じゃちょっと黒丸で行こうか。問題にはね。問題にはね。俺まあ、私大体覚えてるんやけど。えー そうやね前全鎮差ではないわね、去年。どちらかというと、侵害系やな。ああ、これ、効力。そうそう、効力聞くわ。あと、間接侵害も聞いとったね。間接侵害出てますよ。あと、ああ、精進論ね。これはもう、丸ですよ。精進の間接侵害の精進論なんてね、聞いてきたからね。うん。あと、訂正も聞いてきたよな。 訂正も聞いてきたわ、うん、あとねああの通常自試験の対抗力も聞いてなかったが、うん「send or to」のところも「丸にしようかそう,すそういう意味ではねうんまあこんなもんやろううんこれでえんとちゃうかないいと思うな。 はい、特許はそんな感じですわ。だからこれ見るとね、えー、これ見るとやね、えー、やっぱりそのうそうですねちょっとこのデータの上からですけどねあくまでねやっぱりこれ頻度高いわなこれ頻度高いわこれ客体的保険めちゃくちゃ頻度高いこれから。 国際特許さもよく出るわねあとはやっぱ「効力ね」ねこれもいつでも疑っていい感じだよね次第ねあとやっぱ主体的要件ね「棒人」とは共同今年出なかったけどね、まあ、出なかったから、まあ、ちょっとオレンジで塗っとくけどね、うん、去年出た中でっていうことだとピンクでいいんだけどあとはあ補正ね補正もピンクだな去年出てるし。 補正も塗っといてるやなうんあとはどうやろうね去年出てないけど分割もね危ないわな分割危ないよねうんあとはそうやね、うん、お104乗の3とは1四4のよねこれも今年は逆に出るんじゃないかな、うん、無効審判、うん、これも危ないわな そんな感じかな。うん。まあそれでそういうもんでいいんじゃないね。はい。じゃあ,あ次ね、異常の分析ってみようか。あで異常はよあ、まあ去年は問題にが大きく二つに分かれて取ったんやけどよ、よまあズバリ関連症だなこれ。関連症一本って感じもいいぐらいだよ。 関連症だよね、どう考えてもねかなりね偏った出題傾向だったぞあねちょっとまあ論点から見ていくとああね同一類似も重要だからなこれもちょっとね同一類似。で登録要件見るわな当然の音ながら、うん であとと主主義義か出てるあ洗顔主義ねそう神の関係ああのこの論点公表を見る限り「新総霊との関係」って言ってるからやっぱ真相も丸にしとかないかんな一応ね意識しろよと。うん、で関連ですよね。うん、であとはそうだね「侵害系」やけどね 効力やねだから効力うん感性診断出てないわ向こうの孔弁、うん、ええー、それからまあ戦勝権やねうんそれでいいんじゃねえか、うん、こ,こんな感じやねうんあとはちょっと違うかなって感じですうん まあそう見てくるとねやっぱりあの、まあ、順当なところが出てますわねうんほら登録要件はもうねいつ出てもおかしくないわねうん新規制ソースの例外もよく出るわうんであの関連書ももちろんですよねはい効力あとはまあ戦手要件選手要件もよく出る そんなとよく出てるところは出てますよ。であとはそうあのまああとは3つのところかな。うんまあ3つのところあ四4つのところね。センスガン自治験もよく出るの去年は出てなかったけど。うん。で利用停食ね。そうこれも外せないな。うんジョホラも外せない。ジョホラ。 まあ、情,情報最低はね設定から一緒に塗っとけが情報らさいええー、えあと秘密部分ね、うん、い,つもあのいつも疑ってかかっていいぞ出るんじゃないかなっつって、うん、であとはそうやな保護対象やね、うん、そんなところじゃないか出、うん、そうなところね、まあ、ピンクとオレンジで塗ってみましたわはいじゃあ次中っちようから。 あ商標法やね、えー、商標法はねフィフが出たよなフィフうんあの金銭的請求権ねこれ乗っちょるこのあれに金銭的請求権あれ金銭的請求権が乗っとらんやん分類表にこらあかんわねえないよねどっかある ああここやったうん過労うてうん金銭的請求権のよ基本問題が出たからね初めて出ましたねあでもよ平成20年に一応出てるんやわちょっとほらもう22年が限界やからねしょうがないけどうんあとはそうはねとどれ3条4条やねやっぱちょっと大雑把すぎるけど3条4条だよね あと無効審判が出たよねだから後発席無効理由だけどこれ非常に偏った出題ですわうんこれで終わりかなえらい偏ってますなあとはそうですね。あ防護一応ね防護も丸にしておきますかただあのなんていうかね うんぼ防護も出てるんですけどあの問題文読めばわかるけどねえー、っとどこだっけうどうか防護ほら防護表彰登録受けたって書いてるけどねこれなんかね本質的じゃないんですよ、うん、なんかあの、うん脇役ですね名脇役に徹してます主役じゃない読めばわかるけど脇役なんですよ防護はでも一応丸にしとくわなうん そんなね、えらい偏った次第でんなあこ,これだけしかもう丸つきませんわ去年のもねえらい偏ってますんで珍しいですよ去年のような問題はねうんあんまり出案んようなところ聞いてますね金銭的請求権ね初めて丸がついてますけどさっきも言ったように平成20年に出てますからねなのでやっぱり頻度が高いのはなんだかんで言って登録要件ですわねまあただ当たり前ですけどねこれあの まあ3畳の 123C とかで分類するとよりこう分散すると思うんですけどねうんあとは何や向こう審判も頻度高いからピンクで塗っとくわなあそんな感じですかのでちょっと去年にこだわりなく見ていくとですねあのやっぱパリ優先権よう出とるわね4回ばかし出とるわあとやっぱこのね不使用取り消し審判とかね 不正使用取り消し審判なんて、あれ、四年連続で出てるんですね。うん、だと侵害系ね。去年は審判系やったから。今年は侵害系が出るんとちゃいまんすかね。あであとは、頻度の高いところはよ、洗顔主義か。まあ、確かにな。洗顔主義ね。あの、こ、これはね、一言言わしてもらうと。四十日十一日にも似とるわね。 条条号と8って似て似るわねだからその4条1項11号なのか8条1項違反の無交流なのかちょっと微妙な問題も出るんで平成30年がそうだったと思うんだけどね、うん、でも平成30年は丸がついてないでしょそうあれは4条1項11号の事案だったからねで8条1項となんか書いてしまった人がいるんだよ。やっぱね合格点はついてませんね少なくともね。 うん、まあグレーゾーンでとどまった人はいるけど合格点はついてませんわああまあ素玄骨ですわあこれは忘れてた防護表彰意外と4回出とるよねこれちょっと防護の色赤で塗っとこうかねええー、防護防護たうんまあそんな感じようん分析もできてある程度ね 頻度の高いところもねある程度分かってきたしああどうよ、まあ、そんな感じやでねはいということで大体、えー、私の言いたいことはねもう言ったんだけどもう大丈夫もう大体言ったよ。1ページ2ページ。 ペページ4ページで5051さあねもう大体うん言いたいことは言ったからなこれあああのさっきのほら えー、論文縦断、縦断分類講座あったじゃん。そうそう、こんな感じなんだよ。まあ、イメージですよ。イメージです。あくまで。ほら。ね、ぶ、あの、実際の過去はも,もっとで、嘆いけどよ。分断しとるけ、短く。短く、こう。あの、小気味よく進んでっていう感じやね。答案構成も短いやろ。まあ、大把握するには短い方がいいですよ。うん。ね。そう。 それであの全文書き答案も一応あの書いてるからこれねこれ全文書き答案ほらねな、答案の形になってるやろ一応つけとるからねまあでもまあ安心といえば安心ですよ授業ではね答案構成中心でやっていくけどねあ大体わかった大体いいイメージつきましたかはいじゃあ今日はね あそ,そんな感じでこの論文直前形講座の、まあ、私が担当するところをねまあ概略的に説明したっていうそれが趣旨ですけどもで最後に一般論としてアドバイスできることはねやっぱりそのボルテージをどんどんん上げてていいいってほしいということですよ、ね、今とでパッとしなかった人もおると思うからね、うん でパッとしない人もねここで水を得た魚のようにぐんぐんね、まあ、例えば担当に受かった勢いでね、まあ、気分的にもアゲアゲだしねああ、まあ、いくらでもそのチャンスはありますああで長年やってる人は逆にねそのなんかねテンションが上がらないっちゅうかそういうこともあるんで、まあ、直前時期だからといってことさらなんか例年通りみたいなね、まあ、冷めた。 気分で迎えるというか、まあ。いい意味でも悪い意味でもよ。動揺しないというか。でも、それってあんまり良くないんだ、よやっぱりよ。その気分的にボルテージをどんどんこう上げていかないと。あの本番で。ちょっとやられるで。うん。まあ。要するによ。練習と本番ってやっぱり違うんだよ。うん、だからね。なんか練習でパッとしなくて、いきなりこう。 あその受かるようなねラッキーボーイというかラッキーガールというかそのシューティングスターというかそういう人材もおりますけど、えー、逆もいるわけですよ練習は調子がいいんだけど本番に弱いとそうしたら度言すればいいですかっていう質問はよく受ける。で私が言えることはね、えー、本番に弱い人っていうのは。 もう絶対に受かるぞっていうぐらいのレベルまで高めておくしかないんです。もうね。本番に弱いということはね。ギリギリの合格ラインにはあるかもしれんけど、ギリギリなんですよ。その人の実力っていうのはね。うん。まあ、普段通りのパフォーマンスを発揮できれば受かると思うんです。ただ、ギリギリだからちょっと動揺したり、なんだり体調が悪かったりすると、その合格ラインを合格ライン。これを下回ってしまう。 ね、本番に弱いからだからもう揺るぎないところまで実力を高めておく合格ライン超えほらそうすると本番に弱い人でも多少調子悪いコンディションが悪くても合格ラインよりちょっと上で受かるとねだから揺るぎない実力をつけるしかもうないんですよ本番に弱いとか言ってる人たちねもうそれしかないんですよ残された道は本番に弱い人は本番に弱いんだからね あのー、やっぱりこれは転生のものもあってねなんかもうほんと毎年見てきてますから私、ね、練習パッとしないのにね普段はいきなり一発合格とかそういう人たちいるけどねやっぱりなんかあるんやろうね、まあ、俺もあの大学時代水泳部だったけどね水泳の,あの用意バーンってなるじゃんあれは結局最後まで慣れませんでしたねドキ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 。 で陸上と違ってねあれ水泳部のフライングっってもっとなんですよだから陸上ってさなんかちょっと走ってすぐ分かるじゃんねフライングだったらバンバンって水泳ってね分からんで最後まで行ってしまう場合があるんですよもう耳,耳栓とか特にしとったら、うん、分かりませんよもう水の中に沈んでねバチャバチャ言ってますからそうするよまあフライングした人はまあまあ自分で分かってますけど あのそれ分からんで最後まで泳いだしはもうそれで疲れますやんだから2度目はもう遅くなるっていうことあるんでそれをこう戦略的にやるやつもおるんでね戦略的フライングっていうんだけど、うん、俺はそんな戦略も何も立てらへんかったから、うんね、俺は水泳部で大学の大会水泳部であの土辺から3番目ぐらいやったからね速さがもう何もあのこう責任感のない えー、土邊から3番目からただ試合に出るぐらいですよそのチームの運命をかけてとかそういう選手じゃないからまあ気分は楽ですよねええー、ちなみにその水泳部の遅い方から 3, 3人俺も含めてみんな特許関係者ですわ今あ今みんな一人はね俺よりもっと遅い人がいたんですがど土邊ぐらいの今審判長になってますわ特許長のねで 俺と同等かそれより低いのは今ね、なんか翻訳やってますわ、特許の特許カモ訳で俺が弁理士ですね。だから何十人いる中で下三人が今あの特許業界で活躍してるというね。えー、何の話をするんやね。もう終わりましょう。はい。それでは、えー、2021年向け、えー、論文直前論文試験直前期突入の。 まあこういうテーマでお話をさせてもらいました。今年はここから攻めていこうっね。まあ、特に青本趣旨とか一押しだしね。うん。判例とかも。じゃ、あ今日はこの辺で終わりますぜ。ではい、いえー歴戦に講師の宮口がお送りいたしました。それでは皆さんまたお目にかかる時までごきげんよう。